仙台市では区役所の窓口などを訪れる市民についてマスクを着用するか個人の判断に委ねることにしました。今日午前の青葉区役所です。仙台市ではマスクの着用について訪れる市民の判断に委ねることにしましたが、多くの人はマスクをつけていました。周りでもまだ外している方少ないので、やっぱり自分自身も不安があるので、まだつけていたいなっていう思いがあります。まだその流れというか状況がまだ分からない状況なんで、あえてこの急に変える変化させる必要もないかなと思ってます。中には別の理由でマスクが必要な人も。いや、そもそも花粉症なので外す気は全然ないんで、はい。この時期は毎年やっぱり大変。そうですね。結構年中なので、はい。苦にはなりません。はい。仙台市では職員のマスク着用についても原則として個人の判断に委ねますが、窓口での業務や高齢者がいる施設などに出入りする職員には着用を推奨しています。市民の方から見て不安を感じさせないようにということ非常に大事ですから、そこのところをもう少し世の中 そのマスクに対する意識の変化というのを見定めていきたいなというふうな考えでおります。